映画を作っていただけるということは本当にすごく嬉しいなと思いました。で、今まで自分もこういくつか舞台だったりとか、まあちょっとプロモーションビデオの中でちょっとした演技だったりとかっていう経験はあったんですけど、本格的にちゃんと演技することもなかったですし、自分の中でちょっと苦手意識みたいなのがあって、自分が映画に出ることはきっと人生においてないだろうなってなんとなく自分の中で決めていたので、まさか今回このお話をいただけるとも思ってませんでしたし、小竹雅人さんから直々にお電話をいただいてオファーしていただいたので、全然自信はないですけどぜひやらせてくださいということで受けさせていただいたんですが、まあ、撮影当日は本当に右も左もわからない演技の世界というか、なるほどこうやって撮っていくんだなと、新鮮な気持ちで一つ一つになんかこうびっくりだったり驚きだったりもありつつ撮影させていただいたんですけど、本当に斉藤監督をはじめスタッフの皆さんにアドバイスをいただき支えていただいて、なんとか撮り終えた作品なので、自分としても終わってからはなんか演技の世界もすごく楽しいなって思って、自分の中での演技に対する気持ちっていうのにも変化がありましたし、なんかこの作品を通して本当に貴重な経験をさせていただいたなというふうに思います。最初白雪姫がタイトルって聞いたんで、なんか恋愛いいものなのかなとか女装するとかなとかいろいろとこう想像が膨らんでしまったんですけども、全くそんなこともなく感情を売るっていうマイスターの役でですね、喜怒哀楽をこう普段こう受けたりとか発したりすることはあるんですけども、感情を売るっていう役柄は今までしたことなかったので、ものすごくこう AT 監督の独特な世界観の中でですね楽しませていただきました。はい、今ほど監督さんはじめキャストの皆さんの話を聞いてるだけで僕もまた見たいなと思うぐらい本当にワクワクしているので、ぜひ、最後まで楽しんでいってほしいですし、秋には、劇場公開になるので、ぜひお知り合いお友達の方にも、この衝動ビルの良さを伝えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。